本日はご覧いただきましてありがとうございました。ちょっと短い時間ですけれど、今日はイベントの日ということで、僕がこの映画の脚本を書くときにですね、取材といいますか、東尋坊に足を運んで、いろんなお話を伺いました。東尋坊で、自殺志願者にですね、声をかける運動を続けておられる新谷幸雄さんを今日はお迎えして、今日わざわざ福井から来てくださいました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。当時もお伺いしたときは確か冬2月だったと僕は言う。新谷さん覚えてらっしゃいますか？そうですね、2年ほど前のね、そうですね、2月ものでしたですかね。そうですね、はい、で、新谷さんの存在をちょっと知りまして、僕は自殺テーマに関して全く何も、知識がなかったものですから、いろんなことをお尋ねしようと思って、うちにもかみさんと2人で車を飛ばして、かみさんには温泉入れてやるからと嘘をついて東尋坊に行ったわけですけれども、そこで東尋坊で新谷さんはお店屋さんをやっておられますよね。ちょっとそのあたりのこと皆さんに、はい、お店屋っていうのはね、今亀有商店と一緒なんですけども、あと自殺しに来られる方はね、年間で200人ほど来るんですよ、実はね。で、あの人たちに泊める、死んだらかんよってね。で、私のお店でお餅をやってるんですね。お餅を食べてもらって、でそこでお話しするというとね、ゆっくりとポツポツと自分のふるさとまで思い出してですね、そしておめでとうまたくれると言いましょうかね、というような、心の拠り所といいますか、ホッとできる場所、ホッとできる人とホッとできる時間を過ごす、その場所を作ろうということで、あそこに心に響くおろし餅というお餅屋さんをやっております。確かお尋ねしたのはお昼も回って午後になってたと思いますけれど、新谷さん、ビール飲んでちょっと赤ら顔でいい感じでお店にいらっしゃいまして、ご挨拶をして、突然何の連絡もなく伺ったわけですけれど、いろいろお話を聞かせていただきました。そもそも新谷さんがそういう活動に入られたきっかけといいますか、どういう経緯でそういう運動といいますか活動をしようというふうに思われたわけでしょうか？全国に自殺の名所、また名所って言葉は嫌いなんですけども、多発場所ですね、大体50箇所あるんですね。例えば足摺岬、青木ヶ根海などですね。そこらで、当時の場合には、ね、年間20人から30人亡くなっていて、地元では何にも対策しようとしないという意味ではね、この千代さんと一緒な状態やると思うんですね。あの人たちに死んだらあかんよって言うても、自分の力でどうしようもないという社会的な受け皿と言いましょうかね、という社会的な構造的なものがあって、年間20人も30人も亡くなっていても、地元の商店街の人は何にもしない、ほっといてた。過去30年間の警察の統計資料を見ましたら650人、しかも東尋坊下ってね、取り込む場所大体3箇所なんですね。ほんでもほっといてるっちゅう、それがね、私許せなかったんですね。それまでそれだけの数があると知らなかったんです。これ何とかせなあかんですよ、話聞いてもね、皆さん死にたくないっていう人ばっかなんですね。助けてくれって言ってるにもかかわらず、何もしようとしないこの行政といいましょうか、社会の冷たさといいましょうかね、これに対して私、これなんか間違っているよということで、毎日のように巡回していました。ところがですね、平成15年の9月3日の日ですけども、いつもパトロールでしていて声をかけて歩いてたんですね。で、東京から来たローカップルが2人いて、今から飛び込もうとしている、夕方ですね、午後6時頃、何しに来たの、お前らも関係ないだろうって人バレされたんですけども、何日やということでね、公園の中こんな冷たいとこじゃないよ、生活保護もあるし、いろんなこともあるから私何とかしてやろうということで、その二人に説得したら、そうですか、もう一度再出発しますって言ってくれたんですね。で、法律に基づいて地元の福祉機関に引き継いだ、縦割り行政と言いましょう。で、お任せしたんですけども、5日を経ってからですね、その人から、二人から手紙が私宛に来たんですね。
中を見てみたら、辞書なんですよ。あんた東京の人でしょ、東京帰んなさい。ということでね、7か所ほどの行政機関からね、東京へというのは、最終的には新潟県の高岡で苦しんで亡くなるんですけども、こういう手紙が私に来てですね、これは何ぞだ、これは組織的な、社会的な、構造的な犯罪じゃないのということを思ってですね、ちょっと定年を迎えて仲間、あの時に、私も同警察官ですけども、6人ほど警察官も入ってくれてね、これはおかしい、犯罪だと、助けてくれって言ってるんだから助けようということで始まったというのが、今現在ちょっと9年目になっているんですけど、今日までに406名のね、今から岩が飛び込むという人たちに声をかけて、大丈夫だよ、私がなんとかあなたたちのお手伝いさせてもらうよということで、今現在ね、皆さん再出発してます。まあそれがね、2人が自殺してしまった、それが情けなくと言いまして、この世の中のそういう自殺祈祷者、あの人たちの叫び声をね、誰も聞こうとしない弱虫というかね、違うよと私は思ってます。あの人たちが弱いんじゃないんですよ、この世の中の支える力が弱いんですよ、もう責任逃れをしてる、人に転嫁してるということが分かってですね、違うでしょうと。それをあの人たちの叫び声を皆さんにも知ってもらいたくて、こういう活動を始めたという動機なんですね。当時は、しげさんは警察官で、三国署ですか、そうですね。の副署長さんでいらっしゃったはい。んですね。それで巡回をして、その老夫婦に、巡り合って、でそこは自殺を引き止めるわけですけれど、結局その引き継いだ行政が、たらい回しにしたってことですかね。そうですね。あんた東京の人でしょ、東京だ、東京行きなさい。自分のところの、ね、財政なんであるから、と県外の人に、ね、自分のところの税金を使うわけにいかんというような、各県ともそういう状態でした。私は警察官でした。これは許せるの、これは犯罪じゃないの。生活保護受給中にちゃんと書いてあるんですね、滞在者保護。どこの人間であっても、そこにいる人の中学の状態になる場合には、その行政がこの人のを助けなあかんよという法律になっています。にもかかわらず財政ということでね、多権なものをうちの税金使うわけにいかんということで、追い散らしをやってたということに歯止めをかけたくて、こういうことを始めてると、やってるという状況ですね。しげさんのところにお尋ねして、いくつかお聞きしたいことがあって、一つは靴を揃えて飛ぶっていうのは、よく聞く話ですけれど、本当なのかなっていうのがあったもんですから、そんなお話をちょっとしましたね。で、しげさんはそれに対して、確かにそうだねというふうにおっしゃったと思いますけれど、そのあたりは一体なんでそういう痕跡というものをわざわざ残して飛ぶんでしょうかね。私、巡回していてね、変な動作してる人、こちらから双眼鏡見てます。今から飛び込むという時にね、不思議と靴を脱ぐんですね。その時に、慌てて飛んでいって、死んだら飛び込んだらあかんよって言うんですけども、なんで靴脱いだのって聞きますと、やはり自分の死体というのは、その無様な格好、人に早く見せたくない、早く助けてほしい、早く引き上げてほしいというのが、その人たちのメッセージでしたですね、最初の頃で。なんで靴を置くかなということをいろいろ考えてますと、やはり靴のところに自分のね、衣装を一緒に置いたりという、自分がここに来ていた、いわゆる自分の苦しさをね、そこで何らかの形でメッセージを発しているなということを私は感じております。あと巡回にご一緒させていただきましたけれど、本当に死にたいんだったら、東尋宮にやってきて、そのままこうバーッと歩いていって、ポーンと飛んでしまえばいいと思うわけですけれど、そういう方はいらっしゃらないですね。全くいません。ゼロなんですよ。
なぜか、ね、何年も何年も何ヶ月も何ヶ月も苦しんで苦しんでまくって、もう死しかないということで、東尋坊まで北北海道、南九州、鹿児島から片道切符で来ております。やっとでたどり着いた、誰も観光客もいないとなれば、自分の好きなとこから取り込めばいいんですけど、取り込まないんですね。私も時ですかということで、当時ね、死体の検視をやります。そうすると検視をすると死亡推定時間が分かるんですね。死亡推定時間、午後8時から正午頃までなんですね。県外から来るんですよ、大体8割以上の方が。で、あっこへ着くのがね、大体3時か4時頃と、店も全部閉まってしまうんですね。ほんと8時頃まで4時間も5時間も何をしてるかということなんですね。ほんとね、日没を待つんです。日没時間になると自分のトンパチャでじっと座っているんですね。そこで何日考え事して、タバコをこう吸う人、またお酒をカップ酒を飲みながら一人でしくしく泣いているというような状態です。4時間もされていてもですね、何を考えてるか、やっぱ死にたくないんです。死んだらあかんよっていう声を待っています。私たちが今まで行っても一人も飛び込んだのはいません。そういう状態なんです。声をかけてほしいんですよ。この皆さんね、今映画見られて、千代さんのスタイル、私も最初は始めた頃はですね、千代さんと一緒です、死にたいも死がしてあげればいいんじゃないのというような気持ちも若干ありました。するの死ぬのも権利じゃないのというような、そういう世間の噂といいましょうかね、考え方が。なんで止めるのって言われたこともあります。しかし平成15年1年間契約を取って80数名のね、本を応してきて、その人たちからの話もお聞きし、遺書もたくさん読ませてもらいました。誰一人死にたちもいないんですね。ごめんなさい、もうこれ以上生きていけないんですよ、もう死ぬしかないんですよ。これどういうことでしょうかね。死にたくないということなんですよ。誰か助けてくださいというメッセージなんですよ。そういうメッセージを上げている。その人も私が、あんた何してるのって、こんにちは、この後どうするのって話聞くとですね、もう飛び込みません。もうその場でですね、今日までつらかったんでしょってね、肩をちょっと触っただけでも、どんな男でも泣き崩れます。誰かに声を聞いてほしいんです。自分の悩み事をね、聞いてほしいんですよ。死んだらあかんっていう強いメッセージが、あの人たちがは求めているんですね。そこらの勘違いがあろうと思うんです。今東京都内はね、地方選挙に自殺が多いということで、東京都議会議員も都知事も来られて、なんかいい対策がねえかということを言われました。列車が来てすぐ飛び込むはいません。1番電車を見送り、2番電車を見送り、3番電車を見送ってと心を集中して飛び込むんですよ。その状態、都知事がってすぐ来たから飛び込まんですよ。ほんでもまだ死にたくない、死は怖いんですよ。それで大活だっていう言葉がを待っているということなんですね。まあ、東京都内でもちょっと町おばさんの今養成講座を開いて、今ステーションでね、そういう悩んでる人がいたら声かけようというようなことまで今始まっているということをお聞きしています。そうなんですよ。最初は千代さんと一緒に、私も状態でした、気持ちでした。声かけていいんだろうか、もし声かけ取り込んだらどうするんだろう、自分責任かかるんじゃないかなと思ったんですね。全然違います。それは机上の問題であって、自分でそう思うだけであって、全く向こうは声かけてくるのを待っているということなんですね。この上八商店は、実は僕が今関わっています京都造形芸術大学という大学の2人の学生が書いたストーリーが大元なんですね。そのストーリーがはっきり、この千代さんは止めないというようなことも書かれていたわけですけれど、そのストーリーを読んで、なんで死にに来た人がまっすぐ行って崖から飛び降りればいいじゃないですか。それをその商店によってパンと牛乳をわざわざ買うわけですよね。なんでそんなわざわざ商店なんか寄るんだろうっていうことがずっと引っかかっていた。それをしげさんにお会いして、今のようなお話をお聞きして、ああ、やっぱりこれは寄るぞというふうに、僕の中でこの上八商店に立ち寄るということが、ある種確信になっていったわけです。それと、しげさんとこうパトロールをしながら、途中でしげさんが死に
に来た人にこう声をかけたときに、山本さん、どういうリアクションが返ってくると思いますかと、一番多いこうリアクションというか、あるいは、しげさんがすごくこう印象に残っているリアクションといいますか。で、僕はそれ質問されて、なんだろうなと思って分かんなかったんですけれど、どんな反応が返ってくるんですかね、その声をかけた。今ね、人たちはですね、ほっといてくれというような、ホームレスとね、自殺人シャトルの言葉は全く違います。すぐ分かります。この人はホームレスで、自分、私と会いに来たんか、本当にこの人はまともに死にに来たんか、言葉かけりゃすぐ分かるんですよ。ホームレスの人はもうバラバラと自分のね、苦しい部分を話します。自殺を考えている人は声をかけて、ほっといてくれ。あなたに何関係あるの？拒否します。そこが違うね、最初から。ほっといてくれ。私はあちこち相談したけど、もう誰も僕の私の悩みと解決してくれないんですよ。だからほっといてくれということなんですね。助けてくれるもいない。だからずっともう最後の最後まで待っているんだけど、何言うちんやと。わしが何とかしてやるという強い言葉をね、あの人に発するんですよ。そうそうそうね、相手は気持ち的に半分半分なんですね。こんな変なおじさんに言うたって嘘じゃないかとかね、そういう気持ちになっているのと、もう一つは本人はもう集中してる時、飛び込むのに一生懸命集中してる時に「お前」って声、第三者から声かけると調子狂ってしまうんですよ。言葉は調子狂ってしまうという言葉も返ってきました。調子狂わさなあかんのですよ。一言パーンと声かけて、はっと思うんですね。一生懸命自分はね、飛び込もうと思って集中してるんですけども、おいと言うと、はっと割り返るんですよ。調子狂ってもというのは何人もおられました。というのをね、あの人たちの言葉であり、死にたくない、最後の最後まで死にたくない。そして、調子狂って、狂わしてから、なんとかしてあるよ、なんとかできるよ、私の仲間もたくさんいるんだよっていうことによってね、皆さん、元気になっています。まあ、406人って言いましたね。その中で、5人ほど、その後、行政に引き継ぎました。ところが、その人たちは、やはり、天国へ行ってしまいました。後の人、みんな再出発してます。再出発してるんですよ。なぜか。特別な魔術も何も私もないです。お金もないしね。心なんですよ。大丈夫だよ。何かあったらこういう方法があるよ。だったら一緒に歩いてあげるかって、こういうことなんですね。昔ね、同情するなら、足立由美のね、女優さんがいましたですね。同情するなら金をくれなんてね、言ってましたですね。まあ、あの時に、そういう流行語になったと思うんですけども、私の年配しかわからんと思うんですけども、自殺を考えている人が、ああすれこうすれとか、そんな言葉いらないんですよ。同情もいらないんですよ。同情をするんやったら、その悩み事解決に一緒に歩いてくださいよ。知った激励もいらないんですね。一緒に、あ、そうか。なされて一緒に、これってみんな、あなたのその気持ちを代弁してあげと言いましょうかね。まあ、知恵代わりになると言いましょうかね。一緒にその心の支えとなっている、味方が欲しいというのは、孤立しているね、孤独の状態である。だから一緒にその人の悩み事に対して寄り添ってあげて、そしてその人は気がちっちゃいとかね、世間体とかプライドとかってあってね、もうどうしても邪魔してしまっているんですけれども、その部分を私たちがフォローしてあげる。今、国で盛んにね、自殺防止活動で、まあ、言われているのが、ゲートキーパー、養成っていうのをやってますね。自殺を考えている人に対しての相談ができる人を養成しましょうよ、ということでね、まあ、盛んにあっち、こっち、各市町村、県でやってると思うんです。声をかける。そして、その人の悩みと一緒に寄り添って、そして、関係者と言いましょうかね、この人はこういうことで苦しんでるんですよということによって、皆さん元気になるんですね。それをほっといてる。もうそこらをね、この亀梨書店の映画見させてもらってね、
世間に、まあ、本当に千代さんの気持ちをね、あれを見てもらって、私になったら何をする、何ができるというので提起してくれるいい映画であるなとこう思ってるんですけども、もう一言言わせてもらうとね、こんちらしいね。ですか、死にたい人は死ねばいいなんてね、これをね、私のスタッフとかいろんな人たちに見せました。死にたい人は死ねばいいなんて、こっとこっちゃっていうことでね、一応問題になったんですよ。こんな映画なんか持ってんのかよっていうことでした。しかしよくよく映画見るとね、違うんですね。皆さんの一般的に考えてるのはそういう死ねばいい、死ぬのを権利でしょうなんてね、憲法13条に書いてありますね。自由の権利、生命、自由及び幸福、追求に対する国民の権利はって書いてあるね。死ぬのも自由ですよ。しかし自殺まで考えてない、自由に死にたくて死ぬんじゃない、追い詰められた死なんですよ。追い詰められて死がならずもいない、助けてもくれない、逃げ場所もない、追い詰められても自殺であるということが、これ前日弁連のね、全国大会がありました、佐賀県で。本当に私も来てくれということで、皆さんに現場からの体験談として皆さんの前で話してくれって言われたんですけども、まあ弁護士さんたちも自殺というのは人権侵害である、今後人権侵害としてもっともっと積極的に弁護士も介入しようというようなことで決議文まで出ていました。私はその通りであると、こうも死にたい人は死ねばいい、誰も死にたくないんですよと、ところがね、私たちのスタッフでね、一番ちょっと問題になった部分でありました。すみませんね。まあそうですね、あの配給会社の社長さんが考えたコピーですので、まあ、ただ死にたい人は死ねばいいのかという意味での、まあ、ちょっと挑発的なコピーなわけですけれども、あと新さん、あの僕言ってすごく印象的だったのは、自殺をしようと思って行って飛び降りられない人が、持ってくるものがありますね。今日ちょっと持ってきていただきましたけど、これも本当にあのこの世界を描くにあたって、これは結構手強いぞというふうに僕自身がこう思った、ものが、今日わざわざ福井から持ってきてくださいました。あの時ね、山本監督がね、私のとこ来て、あんたの実態どんなんやっていうことでね、実は、まあ、衝撃的なものがあるんです。飛び込もうという人はね、飛び込めない人が多いんですよ。特に女性の人は飛び込めないんですね。20、30の準備をしてきています。今日その時のね、皆さんから集めたこれ本間もんですよ、こういうもの。またね、紙剃り、まあ、それぞれの実際のこういうのがあるんだよ。こうやって脇の方からね、薬も準備してきております。皆さん渡してくれるんですよ、というのが実態なんですね。しかしこの人たちも皆さん再出発してるんですよ。ここまで準備してきているけども、誰も死にたくないという現実がございます。そこらをね、何をしたらいいか、私たちは何ができるかというのをね、考えていただきたいな。私たち今やってるのは、特に言いたいのは、まず気づくんですね。まあ、この人今仕事してるんでねかなって気づいてあげる。で、その人に声をかけてあげる。声をかけたのは孤独の状態ですから、声をかけたんです。で、なんでって傾聴、話を聞いてあげるんですよ。自分の意識であれしたらあかんのね。ああしろこれは絶対ダメなんです。なんで話を聞いて、そうやったらこういうとこがありますよって一緒にそこまで歩いてあげて繋ぐんですね。で、その後、私たちがついてるよ、見守ってあげる。そのことによってね、皆さん再出発できます。まあ、そこらをね、今回の神当て商店のね、見ていただいて、そこらを感じ取られたら、私もこちらの母子活動していてありがたいな、というのが、私は当時もからのメッセージということでね、今日、こういう機会をいただきまして、喜んで、もっともっとそういうゲートキーパー、そうやって相談できる人、頼れる人になってくれる人を一人でも多くね、地域に生まれるのを望んで、今日は寄せてもらいました。これはその止めた方から押収したものですね。ね、押収と言いましょうか。本人から任意に提出していただいたものです。これが松の木にかかっていたのもありました。
最後に、実は亀商店を作って茂さんに見ていただくのはちょっと怖い部分があったんですね、気持ち的に。こんな自殺を止めない女の人の映画を、まさに自分の人生をかけて自殺者を止めている茂さんがご覧になったらどういうふうにご覧になるのかなと。これは、まあ、お前が机の前に座ってこう机上の空論でこう想像したような世界であって、実際の茂さんの活動からするとこんな映画は全然実態を反映してないんじゃないかというようにこう怒られてしまうんではないかなという気持ちがちょっとありました。ただ、まあ、この映画は随所に茂さんからいただいたいろんなものが、生きている反映されている映画だと思いまして、まあ、見てくださいということで DVD を送りしたわけですけど、最後にそのあたりのことをぜひ一言いただければと思いますが、まあ企業論ではそうですよ。だからね、これ見た時に本当に腹立ったんですよ、私とすら。本当にこれ文句言っちゃうかなと。それぐらい最初は思いました。しかしこれね、非常に大きな問題点をね、皆さんに提供してくれているんじゃないか、考えさせてくれている映画かなということを最終的に私は思いました。これをもっともっと皆さんに見てもらって、こういう状態でしょ、あなたたちが考えてるのは。家で考えてたらそういう状態でしょ、しかし実際は違うんですよと。あともう一つのね、抑えと言いましょうか、押しと言いましょうかね、それがあったらなというのが私の実はざる気持ちです。はい、そうですね、何か結論めいたものを描いている映画ではないので、茂、まあ、さんがご覧になったらもう一押しせいやと怒られてしまうかなと思いますが、まあ帰り道にいろんなことを考えながら帰っていただければなと思って、まあ、この映画を作りました。ということで今日は本当に福井から来てくださいまして、貴重なお時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。